よし、配信開始。おはようございます。今、八戸港のフェリーターミナルの前です。というか中で今、ルート作りの作業してました。おはようございます。あ、今ここ、そういえば出してなかった、忘れてた。おはようございます。今ここは、あ、また放電しきってしまったかもしれない。よっと、おはようございます。あ、やっぱり、ああ、ちょっと充電作業に入ります。早速ですけど、おはようございます。ウォーターファイと一緒につないときゃいいかな。おはようございます。参ったな。どこやったっけ。これだ、これだ、あった。エクスペリアをバッテリーにパワーポンドにつないで、で電源をできるかな。テント、テント、ここ、テント、ここ、お、立ち上がるかな。今下船してからですね、下船が45の5時過ぎだから、3、40分ぐらいずっと今日のルート考えてました。またわからない動きが。で、今日これから平日もやってる朝市を見に行きます。お、立ち上がったかな。Wi-Fi 通信はオンになってるか、これ。あ、おはようございます。あれ、これ充電できてない。ん、あ、おはようございます。あれ、充電がスタートしない。なんで、ん、おはようございます。まあいいか、とりあえず今ここ立ち上げよう。サービス開始、全然今ここ、バッテリー充電が始まってないように見える。あ、おはようございます。眠りがバッチリ寝ました。全く目が覚めることもなく、結構意外でしたね。もっと眠れないかと思ったら。サービス開始。今ここ来ないですね。まだ GPS 捕まえきれてないからかな。まあほっとこう。とりあえず出ます。で、今日は北に10キロ20キロぐらいのところにあるユースホステルを狙ってるんですけど、まだちょっと電話するには早いかなと思って、後で電話しようと思ってます。ビアンキ、1年ぐらい前からクロスバイクビアンキですね。1年以上前か、去年の5月にクロス、今日の5月だっけ、前のマウンテンバイクが壊れてクロスバイク買って、で3、4ヶ月前にまたマウンテンバイク別の買いました。で、今回の旅行は飛行機人口があったんで、クロスバイクに事情があり。おはようございます。もうそのぐらい経ちますね。さて、道はどれ、朝食、朝市のところで探そうかと思ってます。おはようございます。気をつけます。どこから出ればいいんだっけ、これ。とりあえず
順路に従って、あ、ちなみに乗ってきたフェリーあれです、シルバープリンセス、よっと、録画バッチリしてきました。あ、これ前後からやっぱり前後から出られるような出入りできるようになってるのか。そう、K、あれがファンネルっていう V らしいですね。 V、 あ、今ここちょっと今起動しようと努力してます。エクスペリアの動きがまたよくわからない。牛用飼料プラント、朝早くてももう着いたの、あの着岸したの多分4時45分ぐらいで、船出ることができたのが5時近くかな。でそれから1時間ぐらいフェリーターミナルの中で今日のルート考えたり、あのトイレ済ませたりして、で今ようやく出発です。でここから左かな、こう違う、右だ、右も左も分かりません。で昨日あの放送終わった後にあの iPhone とか PC 触ってたら船酔いっぽい気分になってきたんで、やばいと思ってすぐ寝たんですよ。でそれ以降全然問題なかったです。ていうかすぐ本当にすぐ寝入ることができた。あと船のお風呂すごいですね。広くはないけど本当に今時の銭湯というかスーパー銭湯みたいな感じで、ちゃんと仕切られたあの洗い場と、あと湯船が2個ありました。ただ窓の外は全然やあの夜景ってほど見えなかったんですけどね。風呂場のガラスは内側は、まあ、あのお湯かければきれいにできるけど、向こう側外側の方はかなり汚れてるんで、就航して1年でああなっちゃうんですね。でさっきあのトラックがフェリーからいっぱい降りてったんですけどね、牛乗せたトラックが10台か20台ぐらいいました。で白黒の牛はみんなまとめてあのトラックの荷台の中にひとまとめに入れられてて、結構あのスロープ降りていくときとか慌てて上の方に登ろうとしたりしてました。あの互いを押しのけながら。で黒とか茶色の牛はあれ肉牛なのかな、はあのあトゥクトゥ、黒と茶色のやつはちゃんと仕切りがあって、そう仕切りがあって進行車の進行口に対して横にそれぞれ並ばされてて、であの割と落ち着いてましたね。で悪いか、割と市街地なんだよな。じゃあこれから、何港駅だっけな、なんとか港駅の駅前の朝市に向かいます。3時から昼までやってるらしいんですよね。だからもう今かなり落ち着いた状態じゃないのかな。そしてこの辺り本当に港だな、港の風景が。あんまり自転車で走って気持ちいいとこじゃない。大丈夫だろう。おはようございます。 FMLE はが進んでたりしないかな。八太郎大橋、なんだこれ、とりあえず橋渡ってから放送状況をチェックします。
ん、トラック運転手さんが映像出てますかね。おはようございます。この目この目、今八太郎橋ってとこ渡って朝市があるなんとか港駅に向かってます。睦港駅か、睦港。今はあ、三八五引越しセンター、あの数字3つの企業名はなんかこっち青森の方でいくつか見てましたね、前去年来た時に。青森には5時過ぎくらいに上陸しました。着岸はそれより50分ぐらい前なんだけど、で雨の予報は今日の夜だけ降る予報になってて、朝そうそう、まあ安いかどうかわかんないですけどね、まあせっかくだからって感じです。狭いんで後ろの車が追い越してくれないよっ。景色そうかな、いいかな。朝の色はいい感じですね、空の色は。狭い。うん、あのぐらい小さい車だったら、おはようございます。車道、ここは歩道でもよかったな。いや珍しくはないと思います。私は割と車道を走るようにはしてるんで、ある程度、大体ある程度。ん、宮古引っ越しだったかな今の。うん、そうだったかな。確か20ぐらいありますよね、あの3桁のやつ。宇都宮駅は出てないな。ん？あ、食料袋が足に当たってる。落とし忘れたか。あ、おはようございます。ちょっとエクスペリアもチェックしよう。あれ、あ、これできてるか。これはもしかして、あれ、いや、位置合ってるよな。よれてしまっただけか。まあいいや。で、エクスペリア、あ、今ここ行ってるっぽいですよ。今も次の駅の駅前の朝市に向かってます。今ここ、これで出てないですかね。宇都宮駅までは3、4キロだったかな、もっとあったっけ。今いるこの場所は埋め立てしかな。あ、おはようございますかな、おはようございます。よいしょ。で、こっちの気温はまた暖かいです。ここのとこずっとなんか北海道と東北地方は暖かいのかな。すごいぬるいです、空気が。よいしょ。うわ、またか。今度もっとひどいな。
ですか。埋め立て地ですけど、あ、今ここダメですか。これ、あ、歩道が一応あるか。じゃあもっぺんチェック、まっぺんチェック。ひどいな、この歩道、砂利と草が。これをどうしようかな。台風？ああ、気温のことか。おはようございます。最終送信時刻が出ないな。なんで？まず送信しない。自動ポストがオフになってる。分かりづらい、このオフの表示が。今これで行ったでしょうか。分かりづらいのと、あと勝手にオフになっているのは何だろうな、一体。これで行ったと思います。よいしょ。歩道が なんでこんな砂利あるんですかね。この砂利は一体どこから。焼きそば弁当どうしますかね。初のへし貝にいるときに焼きそば弁当食うかな。朝食おうかとも思ったんですけど、ちょっと慌てて下船したんで、下船というか、あの車両フロアまで、あの急いで車に戻れっていうようなアナウンスがあったから、あのちゃんと着岸時刻より10分20分前にあのフロアに降りたんですけどね。そこから 4,50 分待つんだったら、上で焼きそば作って食っときゃよかった。あ、バーナー持ってきてます。そうそう、バーナー使い切らなきゃいけないんだよな、あのガスボンベを。充電結構できました。ただ今日も宿に泊まるつもりだから、あんまり意味なかったですね。バーナーおやつ的にか、焼きそばおやつ。おはようございます。石油基地につきタバコ投げ捨て禁止。宿放送は状況次第ですね。他の人とブーストしてる敵に弾丸したり酒盛りしたりするんだったら、放送はちょっと難しいと思うんで。でも今日平日だから私一人の可能性も高いと思います。まだ紅葉シーズンでもないし、長いな。漁村というか、
この辺りかなりの市街地なんで、まず八戸の朝市と、あと八戸駅周辺とか見て、あと海沿いに北上してユースホステルの方に行こうかと思ってます。ユースホステルでもまだ予約してないです。もう時間的に電話しても、まあでも8時ぐらいかな、8時か9時ぐらい、まだ朝ごはんの対応してる時だと思うんで、電波ダメですか。なんでここで弱いんですかね。そうか、でもここって八戸駅の中心地からは10キロくらい離れてんだっけ。わっ、おお。ちょっともったいないですね。よっ。いや違うな。おはようございます。青森入りました。今から朝市に行って朝ごはん探します。また自転車来たか。よっと、見てるとこっちの方が気温低かったんですけどね、昨日よりさらに暑い。暑いまでいかないけど生ぬるい。まあでも真夏よりは快適だし非常に助かります。すいません、電波ですね。電波悪いみたいですけど、どうだろう、駅の近く行ったらマシになりますよね、多分。いくらなんでも駅に近づけば、しかも朝市で人がいっぱい来るとこだし。ここから右手の方に、はい、さっき56って出てて今27だから標高差30ぐらいでしたね。30か35か。
タンク。ああ、石油タンクか。これはどうしろと。FNL が死んでるわけじゃないよな。電波ですね。あ、良くなった。リロードしてみください。延長が働いてないな、また40延長が。とりあえず渡る。今電波良くなってるみたいです。検査速度見ると駅、これで右側に、右後ろの方に回るんですよね。おはようございます。で、ちょっと延長、自動無料延長、また働いてないよ。あ、働いてたけど認識してない。ちょっとツールリロード、リロード中です。コメント見えてません。さあ、早く。で、配信開始ボタンを押して、自動無料延長一応動いてはいたみたいですね。あと延長失敗詐欺になるかもしれないんで、3分後に今延長できていることを確認しました。それでも切れることありますけどね。そんで橋渡ってからずっと戻る感じですね。イカとサバ、朝一だ。イカとサバ朝飯に食えるかな。音声、映像来てないですか。また悪くなったか。あ、来てますか。朝市は三ツ港駅前だからもう少しですね。あ、もうちょっとあっちだ。漁港通り、キャフのアモリ、そうですね。あれのルート的には小川原湖っていうところに泊まったんです。三ツ港駅泊まったんですけど、あれのすぐ南側のあたりです。これから睦弥港駅の朝市で、その後八戸駅前行って、あとは特に経由地考え、経由地というかポイントは考えてないんですけども、北に向かって行こうと思ってます。夕方ぐらいから降る可能性あると思うんですよね。今も天気はいまいちだけど、予報では夕方ぐらいまで降らないです。にウニですよね。それをまあなんかあればかな。曜日感、今日水曜ですよね。今日は水曜日。あ、今の機動車がどっか走ってる。あ、向こう側走ってったんだ今。タイミング悪い。
今汽車が向こう走ってきました。多分すぐそこ。うん、魚介。朝市あるかな、食べ物、食べ物というか食堂。おお、あ、これか、これか。今は何の警備？あ、というか会場はこの辺りか。あ、港食堂とかある。眠れますか。駅前、もうちょっと先か。青森にいます。うん、さっき橋の辺線らしいあの汽車の音が聞こえました。何これ、平日なのに朝一渋滞。朝一が平日はここでやってるみたいなんですけどね。普通の店もいっぱいありますね。そう、旅行です。さっきとりあえず食堂は1個あったけど、朝やってるかな。朝市に向かってます。朝市。朝食これからです。朝市で食べようと思って。そう、怖い。来てますかね。今は朝市駅前だって言ってたから、書いてあったから、そこを左入ったとこじゃないかな。電車さん、あれ、なんか話が違いませんか。これは話が違いませんかね。これも津湊駅。ここは朝一できるスペースはないな。止まるよ、止まるよ。混んでますね。どこでやってんだろう。駅前だから向こう側にあるのかな。はい、本当ありがとうございます。どこ、あっち側に車入ってるか。でもこの辺り店のことを朝市って言ってるんですかね。うん、めちゃくちゃ活気ありますね。朝3時からやってるらしいです。あそこでもないな。一応新鮮市、やっぱこの辺りのことか。平日と日曜日は名前が違うんですけど、同じとこでもう帰ってる。そうなんですかね。朝市なんか露店が並んでるかと思った。2、300店舗とかも書いてあったし、その辺見てみるか、ネット情報。変換できない。朝一、うん、朝一のご紹介。駅のすぐ正面にある八戸市市営魚菜小売市場市場。すぐ正面、すぐ正面ってどこ？地図を見るか。あ、ちょっと待ちよ。地図とかないのかな？ないな。なぜか場所を見つけられない。目の前じゃない、目の前じゃないんか。
あ、いや、そこだ。その道ですね。あ、これだ。この緑色の、これ。電気フルセンターというか、これですね。八戸市市営魚菜氷市場って、この緑色の、この、なんだ、日差しのところ。これのことですね。中広いのかな。で、この中にそんな何百店舗も入ってるとは思えないんだけど、自転車どこに行けば、あ、それもいいだろ。なんか情報もらってこようかな。そっか、なんかラジオデパートの魚介版みたいな。あるある、いっぱいある。あ、観光案内所ありますね、あそこに。あ、先生置き場あった、あった。吉田類がサバの定食食べてたの。吉田さんの類が、オブジェ、サバ母ちゃんみたいですね。ちょっとポタファイ持って、よいしょ。ただ、あの中食堂はなさそうですね。あとカメラ持って入るとすんごいなんか突っ込まれそうだ、これ。カブあそこいっぱいありますね。一応ヘルメット上じゃなくて脇に抱えていくか。その方があの脅威度は低いんで、地元住民の人を刺激しないように。よっと、しちゃった。よっと、どうですか、こう、よいしょ。あ、ちょっと、どうぞ、これでいいか。そんじゃまずは観光案内かな。あとiPhone でコメントを見るようにして、ちょっとお待ちください。今コメントをこれで見ます。繋がらない。あれ？繋がらない。消えた。まあしばらくは移動しないんで。あ、繋がったかな。あ、来た、やっと来た。今ここはまあ睦弥駅ってことで、あ、和商市場のやつはあれ、あ、人高かったですよね。ちょっと写真撮りながら、さっき途中に食堂ありましたね。
スーパーアイスコーヒーとか売ってる。コーヒー、レギュラーコーヒー100円、お安い。あ、ちょっとこれ写真。おはようございます。あら、かっこいいやつしてるんですね。 あ、おはようございます。何するやつなんですか？これあのインターネットで放送しながら走ってるんですよ。今どちらが越えてきたんですか？昨日苫小牧まで北海道走ってて、1週間休み取ってるんですけどね。でこっちに来て今出てきたところです。フェリーで。フェリーです。車、いや、あの自転車でそこに置いてます。ほーかあ、そういうやつやってるわけや。ええ、自転車で走ってるわけですか？そうです。で、ここ観光案内所ですよね。そうです。ちょっとあの市場初めて来たんで。あ、中入ってどうぞ。なんかあのあ、これがパンフレットですかね。はい、そう。はい、一部のやつはもうなくなったんですよ、ね。ないですね。前はあったんだけども。朝ごはん食べられるところってこの中には。そこの中です。はい。そこの中です。あ、なんかあります。中さ入っていってみてください。まあちょうどそのままでやりすればいいと思います。ですかね。そう、今日は魚があんまりなくてどのこうのとかって言ってた人います。あ、そうですか。まずどうぞ。あ、じゃあ行ってみます。ありがとうございます。はい、どうも。とりあえず入ればいいのかな。お、配信が止まってるのか。よっと。どうした、どうした。あ、死んでる。FM より死んだかな。ああ、ダメだ。じゃあ通常配信だな。音声を戻して。どうだ。配信開始。来ましたかね。 FM エリーが死にました。すいません。通常配信です。で、今観光案内所の前に行ったら、中からあのおじいさんという方、あれかな、おっちゃんみたいなあの係の人が出てきて、あの配信のこととかまた説明してましたよ。 YouTube 動画にはそれが入ります。いつものことです。じゃあこれから、中にも食堂あるらしいんですよ。あと今日は魚があんまり入ってないって人が言ってたっていうふうに、あの観光案内所の人に言われました。じゃあ行きましょうか。 FM エリーがなんで死ぬんだろうな、いつも。ちょっとコメントもいっぺん取り直して、今日もありがとうございます。で、これが朝一の会場です。朝飯はなんかこの中にあるらしいので、結構走ってるな。どんなやつ？いや、見えねえ。見えません。今ここちょっと今死んじゃってるみたいなんですけど、まあしばらく移動はないので。オンにしますかね。車両が白と赤しか見えない。ところがなぜそこまで今ここを、そんなに今ここ欲しいんですか。あれ今行ってないかな。皆さんほら、列車ですよ、汽車ですよ。中でなんか学生さんたちが、この朝早くから、朝早くでもないか、あの出社じゃないや、投稿してますよ。B0 ああ。
よく見えなかったな。今ここ出した方がいいんですかね。動かないんですけど、別に現在地知りたい人はそんないるのか。そうだ、スペリアはでも充電しなきゃいかんから、この中入れとかなきゃいかんな。サービス停止、サービス開始。ハブがいます。まだ行かないな。現在は朝市のところにいます。これで行ったかな。よっと、あ、おはようございます。よっと、もうやってる分も朝ごはん食べたいんですよ。私は今宇都宮駅の前です。で、渡れないですね。車がずっと来てて、ちょっと端っこからかな。まず朝ごはんだ。朝ごはんどこでやってんだろう。やった。ちょっと脇に抱えていきます。さあ、他にあまりいないな。生そば200円、切り込むが結構。あ、そうそう、食堂どこ。食堂あれか、ミックス300円。なんか割とお安く見えるけど、どうなんだろう。朝飯どころ、ああ、こういうやつか。ほぼ勝手丼じゃないですかこれ、和商市場の。すごい見られてましたね。バナナサイダー、ちょっとこれ持ちながらだと買いづらいんで、食堂のテーブルの上に一旦カメラを置いていきますね。イサバのカッチャ、あ、やったー。自動延長です。ちょっと何か買ってきますね。
ご飯とつゆ。買い物してきます。
揃いました。角度悪いですね。一旦パック開けてから。ですね、左側のがウニメカブ、ウニメカブで白いのがイカ刺しで、右のやつは確か右上のやつはカラスガレイって言ってたかな。なんか2匹セットで売ってるのが1匹だけになってたんで買ってきました。1切れだけになったんで。で、周りある程度お客様いるんで黙々と食べますね。
スズムシは真ん中の緑色の袋です。の中です。あの ビニールのプラスチックのパックの中に閉じ込められてます。
過ぎてますね。魚はちょっとあの干物になってる塩気があって、でもカレーは脂も乗っててかなりうまいですね。あと醤油もほとんどつけずに食べてます。
メインはイカとカレー、カレーの生干しみたいなやつ。生茶もだいぶ南じゃないですかね。私は北に向かいます。ちょっとだけ
あの熱いお茶を飲んだ時に飲み終わっ口の中にその喉に落とした後にあのわざわざはーって痛くなるのは何なんですかね。あれって日本だけじゃない海外も一緒なんですかね。関係者の方だったらそれはびっくりしますけど、生放送あれ難しいですよ。会場だとですね、餅を買うのに並ぶ時間ですから、ほとんどお茶お風呂入った。そうですね、関係者本当ですか。一応去年の餅サミットでもメールで配信しても問題ないでしょうかっていうのを送ったんですけど、その時は返事もらえなかったんで、でもらったとしてもあの会場だと難しいですね。餅買ってくる係の人が必要になる。もちろん私は買ってくる方じゃなくて食べる方ですけど、もしなんか本当に関係者の方だったらツイッターとかメールとかいただけると助かります。メントス時間のアイパスな感じなんですね。あれでも関係者の方って去年の振り返り放送の時にも誰か来ていただいてたような、去年行きました、餅サミット第1回。やっぱりあの時の確かいらっしゃってましたよね。買う役、まあ、タイミングが合えば。
なんとかほどけた。予想外に満足しました。ちょっと意外とお安いってほどでもないけど、結構さっきカラスガレイかな買ったところ、なんかアラスカじゃないけど海外産と書いてあったような気もするな。違うかな。そんな安く、まあそうですね、650円トータル。でもイカ刺しとかどうなんだろう。透明なイカ刺しじゃないとダメだっていう話もあるけど、かなり美味しかったな。あとカラスガレイが本当美味しかった。最初の真ん中あたりの白いところは脂身というか油が多くて味がそんなにしなかったんですけど、端っこの方に行くにしたかってめちゃくちゃ美味しかった。なかったな。延長あできてないですか。あ GPS 了解です。また止まってるのか。なんか割と理想的な朝ごはん食べられた気がする。延長はあできてますね。多分さっきコメント出てたんじゃないかな。あ出てますね。うん、650円だったら、まあ北海道でもだったら若干安い方かな。北海道のご飯って私高いイメージがあって、釧路の和商市場もなんかウニ、カテ丼にウニ乗せたら千何百円だったし、あと朝市みたいなところの定食でもなんか日替わり定食800円とかだったんで、それ比べたらなんか割と、あよく考えたら北海道じゃないや、ここ青森県でした。ちょっと待ってください。今手ぬぐいかぶってで、ヘルメットかぶってよし。これで大丈夫かな。トイトイ市営の基地は市場かな。そうこれなんか、八戸市営ですね。魚菜小売市場ですね。そしてなんか朝市だったらものすごい勢いで売り込まれるのかと思ったらそうでもなかったですね。天候的に、ああそうですかね、今日の苫小牧の方ダメですかね。雨かしら。ん？これどこが日本の、あ、うわ、なんですかこれ。苫小牧のあたりもえらい雨雲かかってますね。八戸あたりもちょっと怪しいけど、なんだこれ。気温的にはどうなんですかね。ちょっとすみません、割とどうでもいいことですけど、アメダス地域選択、北海道南西部、気温、うん、あでも気温はまだ高いですね、あっちの方も。観光市場、まあこれ確かに観光市場なんですけど、思ったほどそんな高い感じはしなかったですね。細かいものいっぱい売ってたし、あアプリ、こっちの方はですね、今見たやつは気象天気図ってやつで、いろんな情報を全部これに集約してあるんですよ。そのサイト、気象天気図っていう名前のアプリにアメダスとか天気予報とか気象庁関係のデータ、これ全部リンクしてるんじゃないですかね。ん？何が寒い？で今ここでしたっけ。あとちょっとこれが荷物が足に当たるんだと、多分この下のバッグの中の荷物の偏り具合に
待てこう気温は気象天気図、気象天気図の中のアメダスです。船で、あ、そうか、あります。あれ、ちょっと待って、ポタファイ一緒に持ってたからこっち切れてたのか、そういえば。それは当たり前だな。氷点気って見つかりますかね。で、ポタファイを、そう、エクスペリアを配信用に買ったんですけどね、電池が少なくなった時用に。これで現在地の最終送信時刻は、あ、まだ行ってない。停止開始。なかなか自動復帰してくれないな、これ。最終送信時刻、あ、また自動ポット消えてる。これ、ネットワーク切れると勝手にいろいろオフになっちゃうんですね。あ、今これで行ったはず。これで行ってると思います。さて、じゃあ次は、八戸駅かな。八戸、この期間、あ、そうだ。今のうちに川用グリーンユースホステルに電話してみよう。ちょっと電話番号とかも言うので、皆さんには離れて見ていてもらいます。取れました。米か、コメントの米か。大丈夫でした。牧場、いや、牧場併設のユースホステルみたいですよ。ユースホステル。ユースは若者ですよね、ユース。おはようございます。なんか出っ張るな、今日は。何か、これ、重たいものが。あ、いらんもん中に入れてた。中身が詰まった水筒この中に入れてた。それでこんなに重たくぶら下がってたのか。よし、じゃあ、あ、そうだ、デザートあった。昨日商店で買ってすっかり忘れてた。500ミリリットル、そうそう、500グラムのこのノヤルフのルメラ焼きくるみ。寝れました。あの、全然眠くない、寝不足な感じしないんですよ。このフリアっていうのも札幌で有名らしいんですよね。ノヤルフ、難しい読み方ですね。ルメラ焼きくるみ、くるみ。この札幌フリア製菓工場っていうところが
てか古屋のお菓子っていうのが有名なんですかね、こっちの方だと。あ、こっちでは北海道だとくるみで、味がグリコと違うかどうかっていうと、見た目は全く同じだな。うん、うん、アホシュ、あれフルタじゃなくて、セコイアチョコレートのフルタじゃなくて、うん、ん、何が作る、あ、そうすれば気をつけないと、やはりこっちにな、インターキャラメル、それから、あ、グリコよりグリコと比べるとカラメル風味が強いっていうか、なんちゅうか、表現難しいな。でもグリコとは違いますね。今日は30〜40キロ、しかもまっすぐ向かわないです。次は八戸駅に向かうんですけど、他になんかこの辺りあるかな。濃い、濃いわけでもないんですよね。カラメルの風味が強い感じかな。で、ちょっと待ってください。ん？あ、ミカ、そうそうそう。こっから八戸に向かう途中は特にないかな。今これツーリングマップをバラしてスキャンしたやつです。うん。あ、青森、そうですね。青森市の方じゃなくて。さて。朝ごはんはご飯いっぱい済ましたから、まだなんか途中食べ物あったら食べられる余裕はございます。うん、あそこの観光案内所の案内のおっちゃんがえらいノリがいいんですよ。さっき電波というか FMLE が死んでたんだっけ、放送は繋がってなかったんですけどね。よし、おいらっしゃい、明日ですね。パチセンター、鉛がさっき地元の人同士がカウンターで喋ってるの聞いてたから、何言ってるかよく分かんなかったですね。で、さっきあんな渋滞してたのにもう、あ、いやでも車多いな。さっきの市場だけじゃなくてこの辺りも良さそうですね。あ、親戚の北海道か、なんだろう。あ、今回クロスです。ちょっと北海道位置は難しいな。あの飛行機連行してくるときにディスクブレーキのマウンテンバイクすげえ不安だったんで、ディスクが歪んだらもうおしまいなんで。あ、上のさっき書いてあったやつですね。あ、コーヒー、なんか今おばちゃんたちがたくさん座ってコーヒー売ってましたよ。あれなんだ、やる、いっぱいいましたね。コーヒーで元気で、このコーヒー単体で売る商売っていうのはこっちはメジャーなんですかね。何食った朝、あの魚系の、ちょっとなんかあまり見ない光景だったんで、これでしたよね。おばちゃんたち顔映ったら嫌がるだろうな、普通に聞いたら。じゃあ遠目にちょっと映してから近づいたら、あの下向けていきます。よいしょ、よいよっとっとっと、こういうなんかコーヒーを売ってるっていうのはあちこちで今やってるんですかね。なんか今ここは今は私一軒だけです。あ、そうなんですか。いや、こういう売り方されてるの初めて見たから。あ、そうなんですか。うん、
機械でやって、ポットで取ってここに持ってくるのね。あ、なるほど。そこで取ってあのやってる人もいるし、持って歩いて売ってる人もいる。いろいろですね。でもコーヒーを売るっていうのは結構多いんですね。言えないですね。あ、そうですか。あんまりなかったけど最近増えました。やっぱり商売がダメ。あ、なるほど。じゃあウインナーコーヒーください。はい、ありがとうございます。お砂糖はどうなんですか。あ、お願いします。はい、あんまり甘くない方がいいでしょ。ええ、さっぱりで。これで。おお。おお。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうさんです。どうもどうも。ああかな、ちょっとここでいいですかね。よろしいです。よっと、やった。どうすかこの100円ウインナーコーヒー100円。難しい。まずは写真撮って。ウインナーコーヒーってどんなんですか。ヘルメットして思わなきゃダメなんだよ。よっと。ソーセージ。うんうん、やっぱみんなどうやってくれるんだこれ。ホイップがホイップなんだ、うん、これですくうのなかなか難しいな。うん、うん、すごい。なんかこれ安いですよね。最近こういうのが増えてきたっていう話でした。混ぜてる混ぜてる。どんどん溶けるどんどん溶ける。よいしょ、うまい。そう、コーヒーまで結構長いんですよ。すごいですよね。私はスタート特にですよね。だんだん溶けてきた。生クリームですよこれ。クリームうまい。なんか混ぜ込んでしまうともったいないですね。これお弁当屋さんですね。いや、ウインナーコーヒーってそもそもこういうもんなんですかね。やっぱり混ぜるとコーヒーがかかってしまう。もったいない。ん？何がこういうもんですか。安いなぁ。でコーヒーはなんかあのポットに入れて今中で機械で作ってポットで表で売ってるんだそうです。お、スペシャルしちゃいませ。コーヒーフレッシュ。そうなっちゃいますね。クリーミー。うん、可愛い子たちです。私とはどうだろう、二回りぐらい違う子たちかな。ああ、イエス。ちょっとまた下向ける。ごちそうさまでした。はい、どうも。ありがとうございます。どうもです。ありがとうございます。すごいな、なんか。こんな風習初めて見たよ。風習っていうかこういう文化初めて見た。でさっきまた地元のおっちゃんがコーヒー飲みしてましたよ。あ、しかもあれ絶対ウインナーコーヒー飲んでる。スプーンですくって食ってるからすごいですよね。よっと、純喫茶。
あれもう飲み終わってきた。あ、すいません。おっと、早いな、甘いの。あ、北東北ですね、ここ。高校生。あ、これどうなんですかね、朝以外にもやってんのかな。コーヒーで元気。いらっしゃいませ。今、朝一のウインナーコーヒーを飲んだところです。あそこでもなんか店頭で売ってますね。で、コーヒー、あの売り方してるのはあの店だけって言ってましたけど、あそこでもなんか店頭で売ってる。やっぱ朝一だからか。朝一だから外で売ってるんですかね。一言はすいません。多分、あれ、なんて書いてある、いや、ヤナチャコロッケかなに見えるけど、手作り、元祖手作りヤナチャコロッケ。で、あれ、ここから向こうの方か、逆か。あ、GPS。今切れたのはなんだ、離れたからかな。よいしょ。ここ一応つけるようにはしています。ん、ロケーションポストフェイルド。なんかあの八戸の方に最終こう、よし、これでいったはず。よし、うん、その前に八戸の駅行って、でその後駐屯地の前通って海沿いので、夕方雨が降る前に宿に着けたらいいなと思ってます。宿は向井駅っていう駅だったっけ、青い森鉄道の向井駅近くの川代グリーン牧場の中らしいです。中かな。GPS 今オンにしたつもりです。グランドパチンコ。これ中身の台は今時の台なんですよね、きっと。いました。トキオデラックス。ゼーガペイン。可愛くないか。それ楽しみだ。さすがに中人いないですね。あとまでここから直行したら 2,30 キロだと思います、確か。さて今日はゆっくり足を疲れさせないように行こう。結構でもなんか音鳴ってましたけどね。右トンネル、左が川。うん、半休養日です。ん、牧場周りの足ですけど、うわ、あのおじさんが怖い。そうですよね。それしても気温がぬるい。一生懸命漕いだら汗かきますよ、これ。あ、もう漕い。釣り人は海外、今の人真ん中でしたね。っていうか右折レーンだった。釣り人はこの辺りにはいないみたいですね。ちゃんとしてない。あ、あそこ工場ありますね。おっと、よっと、路線バスが向こう走ってたな。線路は今は、線路今どこだろう。よっと、いや走ってないの。100キロ走ったら、うわ頑張ったっていう感じです。昨日まで試写後入すれば70
キロ、70キロ、80キロ、100キロ、80キロとかだっけとか走ってきたんで、私にしてはハイペースでした。1日60キロ前後が多いです。近く走りましたかね。あ、そうだ、思い出した。昨日と一昨日それぞれどっちが100、あ、そうだ、98キロと105キロとか走ったはず。あのログを確認してないから正確には分かんないですけど、予定ルートではそんな感じでした。まあ、いずれも追い風だったんですけどね。追い風じゃなかったらだいぶ遅くなってただろうな。うん、1日、私はなんかもったいないと思って結構、うん、ここ8個です。北の方に7、あの6個とか7個もありますよ。七戸と六戸はどっちが手前だっけな。多分七戸ですよね、数字から言って。おはようございます。七戸、なんかバスが芋っこ出してるっていうのはすごいよな。会社で公式にやってるんですかね、今ここ利用って。九五正さん、あ、そういう情報全然知らないんで、なんか面白そうだったら行ってみます。あ、アモイ来てます。あのバスも今ここ出してるんですかね。いや、にしてもそんな個人がやってるサイト利用するっていうのありなんですか、会社、あのバス会社が。面白いけど。それかもしかしたら今ここの開発者の人のスポンサーがあそこになったとかいうことですかね。何の部、確か一の部からどれかがないんでしたよね。四の部はあるんだったっけ。おはようございます。あ、高速バス、この部はあるんでしたっけ。確かどっかが抜けてるんじゃなかったっけ。うん、部はですね、どういう意味なんだろう。港って意味での出入り口的な意味での都とは違うんですかね。死の部、うん、FM リー死んじゃいました。喉は意外と、うん、昨日朝になってやばくなってたらやばいなと思ったんですけど、やばくなってませんでした。そうです、今日はゆっくり走って八戸を満喫しますよ。何があるか分かってないけど。近くの、あ、業務用、あの二頭診断空いていませんでした。二頭でゴロ寝でしたが、ぐっすり眠れました。本当になんか普通に家で寝たのと同じぐらいの感覚でしたよ。青森の、何がおすすめ。うん、私はさっきもっと美味しい朝から食べましたけどね、 iPhone で疲れてた。うん、昨日はちょっと寝不足気味だったかな。私雑魚寝今回はバッチリでしたね。萌え萌え、え、9時、朝はあのさっき朝一の市場の市場会場で、すけさんいらっしゃいませ今乗ってるクロスバイクは8万円弱です。朝ごはんは、あ、いびきすごかったんですけど、ね、近くの人、私は全くそれは意に介さずに寝ましたね。で、多分私もいびきかいたと思う。あ、循環バスの今ここ出してるところですかね。さすがに無断で使ってることはないだろうから、少なくとも了承を得ていて、惑星、あ、そうそう、耳栓持ってってるんで、耳栓は用意し、枕元に用意してたんですけどね、
損失もなく出てしまいました。あ、そう、カラスガレイの生干しを焼いたようなやつと、イカ刺しと、あとウニメカブ、ウニがちょろっと乗ったメカブなんですけどね。でご飯と味噌汁で締めて650円でした。バラバラでそれぞれ買って、でカレーがえらい美味しかった。ただカレーは地元産じゃなかったのかもしれない。割と安い方だと思うんですよね。黒森、いやこれアルミです。彼がホヤはなんか癖が強いらしいですね。私は食ったことないです。食わず嫌いってやつで。温泉はフェリーでは風呂入りましたけどね。温泉入ったのはおとといの三石温泉が正式の温泉かな。あれ駅どれ。おはようございます。八戸観光です。私は乗り心地を分かるほどの乗り方してないんですよ。もっと、もっと長距離走るような人じゃないと区別は、違い分かんないんじゃないですかね。私ごときじゃチタンでもアルミでも同じような感じです今。潮の匂い、いやこの辺り全然しないですね。潮の匂いというのはなんか、あ、そうか、でも魚屋さんとかの近くだったらそれ系の、いや違うな、漁港とかじゃないと。十和田湖は明日向かいます。今日は、あ、そうそう、銭湯が港の周り多いみたいですね。焼酎の液、あ、太陽の空気圧とかでも変わりますよね。松の辺、まあこれは多分これ無人駅ですかね。いや今日ユースホステル、いつも病院長にしてます。ああ、こっちスイカ来てないんだ。油たっぷりだったんですよ。カラスガレイ粉可能ですかねこれは。あ、微妙だな。本当ですね。うん、明日奥入瀬なんですか、奥入瀬渓流と十和田湖の予定です。お、いってらっしゃい。右が下り方面がですね、久慈行きとあとサメ行きがあります。サメで、八戸方面はもう全部八戸、あ、青森行くやつも始発だけ青森に行くのか。割と本数ありますねどっちだよ。1時間に1本だったら都会に比べるもちろんめちゃくちゃ少ないですけど、場所から考えると多く見えてしまいますね。三陸特別展、東京雪はないですね。一晩だけ、あの 雪釣りですね、雪釣り。やった、静かに1本あればまだ生きてますよね。いや生きてるとは言えないかな。1時間に1本2本ってことは厳しいでしょうね。ピラミッド、町の辺にピラミッドあるんですか。何の施設なんですかねピラミッド。9時、イエス、雪釣り。雪釣りの釣りは何ですかね。釣る、わ、私の自転車今乗ってるのはビアンキです。で新しく買ったマウンテンバイクで今回持ってこなかったのはメリダ。前乗ってたチタンフレームの折れてしまったマウンテンバイクはパナソニック。でその前にアルミのマウンテンバイクとしてジャイアントのに乗ってました。 ATX830 ってやつ、830。
それにフロントサスペンション店でつけてもらって、フルリジットだったんですけどね。そのマウンテンバイク新車買いましたけど、飛行機輪行だとこれひびが入りました。パナソニックは、パナソニックは昔からナショナル自転車っていうブランドで、すごい老舗ですよ、パナソニック。ミドリムはフレームの真ん中にひびが入って、淡路島走ってる時にガチン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 すごい音がするんで、何かと思ったら自転車さんに持ってったら、一目見てわかるひびが。十和田湖でアドベンチャー体験、多分明日の夜十和田湖周辺泊まるつもりなんですよ。明日十和田湖は夜は寒いかな。今日宿だから明日また野宿でもいいんですけどね。十和田湖周辺は寒いかな。暖かかったら野宿考えるんですけどね。寒いですか。今のところ5日目だけどテント1回しか使ってないんですよね。なんか寿司ですよね、やっぱ。電動車、そうなんですかね。冬はキャンプしないです。寒さに弱くてすぐ風邪気味になっちゃうんで。参考にするサイトですかね。とても行き場がないです。そういうのに耐える装備を持ってるんですけどね。テントもそうだし、寝袋も分厚いやつ持ってるんですけど、真冬にやったことはないな。今までの中で一番過酷だった寒さは実はお祭り山荘、たまの長距離。そうですね。いや、冬になったらもう私は諦めて持ってこないです。お湯見らせ、まだ紅葉早いんですよね。晩秋の、サスケさん、サスケさんは山屋さんなんで、あれは多分寝袋なしでも寝られるぐらいのやつ気温だと思うんですけど、私にとってはですね、ライダーハウスとして泊まらせてもらって、寝袋を使って寝て、で暖房とか一切なしで奥多摩の冬過ごしたら、何がいくつ、クリスタンパワーはいいかな。そういうのは特にあんまり個人的には寝たらちょっとでも寝袋から出てる箇所がやばいっていう寒さで、でも中で床とかに押し付けられてる部分以外は、一応マットも使ったかの時、雪ずらかるなんですか、雪ずりは。本当にテント配信、そうですね、冬のテント配信とか、ほら、お株を奪っちゃ悪いから、お株を。体強そう、いや、そんなことないですけどね、寒さには特に弱いです。ここから右ですね。バッテリー、パソコンが起動しなかったこといっぺんありますね。フーキャンプ組んでではなくて、単純に私みたいな寒がりでも十分それで耐えられるんですよ、寝袋入ると。強化線、そうですね。不自然かな、ここにあるのは。なんかいっぱい作ってる。あれは何作ってるんだろう。あ、海苔作ってる。海苔だ、これ寒流海苔だ。おっと、危ない。今中で海苔をコンベヤーから出てくる海苔を束ねたりしてました、お姉さんたちが。本当になんか年齢的にお姉さんっていうレベルの人たちが、お姉さんが。人型ありますけど、あれはちょっと弱い。ドッペルギャンガーのやつは
本気の寒さに対しては弱いらしいです。そう、お姉さん、うん、はい、女性、そうそう、運動公園、高い方が森がいい、森がいい。今八戸駅に向かってます。で、八戸駅で観光パンフレットとか見て、なんかどっか、あ、イカだ、カモメだ、いらっしゃいませ。八戸何劇場、劇場というと日光猿軍団みたいな。そうそう、申し訳ありませんでした。猿軍団、この絵は何だろう、お祭りかなんかか。このガードレールかなの絵は、頭がなんかファイアボールみたいになってる。お城ですか。まあとりあえずあの駅で観光パンフ見てみます。また報告しに出ますか。今バッテリー充電中だから後ろに入れとかざるを得ないんですよね。まあ駅着いたらまたやりますね。足の具合はですね、昨日よりは楽になってる。あ、また今朝起きた時もそんなに痛くなかったんで。八戸駅に向かっているので着いてからまたオンにします。これは車道行けるよな、天気、ああ。何に行ったら四国に何かあるんですかね。何ルート、これ県道1号ですか、青森の。傾いたかな。有料のマッサージ、いや頼んだことないですね。そういうマッサージっていうのは、その本当にアスリート系のマッサージっていうのはどこでもやってるもんなんですかね。おお、電波状況いいな。さっき海沿い走ってた時と全然違いますね。セガだ。鹿児島で海猫鑑賞、先に元八駅、元八駅、どこかで整骨院の人も猫されてなかった、されてましたね。あ、よく考えたらここから左だ。元八駅ですか。元八駅ってどこ。本八の辺、いや、あの八の辺駅に向かってましたけど、本八の辺の方があれですかね、栄えてるんですかね。本八、了解です。じゃあちょっと行き過ぎたか。こっから左行ってどっかの曲がり角を左に曲がれば本八の辺。なるほど、厚木と本厚木みたいなもんか。知りませんでした、勉強になりました。多分本八の辺駅こっちっていう青看板があるはず。マクド左、元八王子、あ、横浜線、あれ横浜線のあれは元八王子だっけ。そう、アスリートの祭り、分かる方は分かっていただけますよね。
ですよね、分かる方は。何が置いてあった、何と何では乳酸、私の足の今筋肉どれが疲れてるかって話したとしたら、痛みを感じるのは前の方ですね、膝上の前方向。自転車修理はパンク修理ぐらいまでですね。チェーン切り持ってきてないや。64っていうゲーム機、任天堂64ですか。松見さんおはようございます。高い、まっすぐ行けば、本当、え、こっちが工場燃えツアーとか公式が言ってるんですか。膝かな、膝痛んだら結構やばいですよ。あれ今のところか、曲がるの、回すように、今のところかな、だなですね。いや、これノートパソコンで配信です。今のところ左ですね。あ、マクドナルド本当にあるある。見えてなかったよ、このマクドナルド。黒いから、赤くないから。マクドナルドバイバリスタ、ウタラボいいですよね。前は Google マップの方がいいと思ってたけど、ウタラボの方が今いいな。いましたね。駅はちょっと右の方にあるのかな。あ、さっきみたいなやつですか。まっすぐセブン。あとは昔から観光地というか、例えば猪苗代湖なんかは、猪苗代湖とか、あと、津和野もそうだったし、景観対策でなんていうのかな、茶色とか地味な色にしてあるところありますよね、コンビニでも。この線路かな、八戸線は。うん、閉じた状態でも、あ、閉じた時にスタンバイになるのはあれ設定なんで、すぐに変えられます。で、ノートパソコンからマイクとイヤホンというか、スピーカーにつなぐやつを引っ張り出して、うん、行き過ぎたか、あっちか。ウェブカメラも USB で線で引っ張り出してます。横断歩道がないところを車として渡ろうとしてしまったな。あ、ゆいがさん、ゆいがさんってなんかニコ生で有名な人でしたっけ。ニコ生芸能界には関わりたくないです。よっと、模様が隠れたな。なんかこの交換になってるのが鹿島線みたい。あれは電車じゃないですね、やっぱり汽車ですね。ニコ生芸能界、有名な人たち、やり合ってる人たちとか、なんていうか、本当芸能界的に人がどうしたみたいな、人がどうしたとか、誰と誰とかいがみ合ってるとかいうのがネタとなるような世界のことを私はさせて言ってます。私は自転車旅行を人に自転車旅行を人に伝えることを目的としてやってますけど、ニコ生はかなり有名になろうとかいう目的の人もの方が多いんですよね。いや、それ悪くないんですけどね。うん、あ、いや、
その世界でエンターテインメントとして成り立っているからそれはそれでいいと思うんですけどね。ただそこに私みたいな目的の違う人間が関わると絶対ろくな目に遭わないだろうから。いつどこに行きますか。今後は十和田湖の方に行くっていうところまで決めていて、多分そこから五所川原とか弘前の方に行くと思います。その辺の動きはしないですね。これ北海道、いや今青森です。青森です。あ、動いた動いた。どっちしろも読みえないな。ああそうか、観光のチラシこっちの方がいいか。宿はおはようございます。宿は川代グリーンソステルといって、ここから20キロぐらい北のところにあるのかな。あ、青森市には今回行かないです。青森市は去年の夏に行きました。そう、目立つ目的の人の方が多分多いと思うんですよね。うん、いい悪いじゃないですよ。目的が違う。というわけで、なんと2両編成でしたね。ここは2両が普通かな。チェックインはですね、12度か。12度?新幹線の、いや、GoPro だ。GoPro のメディアがですね、昨日の晩はあのハードディスクにデータを落としきれなかったんで、空きがないんですよ。もう一個のメディアどんだけ残ってたっけ。ちょっとお待ちください。 GoPro 今録画再開したいので。グレープフルーツ、ちょっとあのコメントあまり聞こえなくなります。GoPro のメディアを抜いて、昨日半分ぐらいしかこれ開けられなかった。半分も開けてないか。今皆さんが見てるカメラの上の方にある GoPro のカメラにメディアを差し直して、ストリップが、マジでストリップ、ストリップか。さてと、空き容量は、ああ1時間54分しかない。途中から GoPro2 だな。よし、でスタートして、ん、反応した、反応したかな。スプリット、イエス、スプリット、残念、スプリット。64ギガのメディアは結構高いんで、おいそれと買えないんですよ。普通の電気店の店頭とかで買ったら相当高いはずですよ。カード64ギガ2枚でやりくりしてるんですけど、足りなかったですね。やっぱりあの野宿の日が入ると、その時にこれってあの64ギガの中身をハードディスクに移すのに1時間半ぐらいかかるんですよ。もっとかかるかな。でその間 PC オンにしなきゃいけないんで、バッテリー温存するためにはもう GoPro2 の方を使うしかないな。激欲駐車場ですね。64ギガで6時間、32ギガだと3時間ぐらい。4000円いくらぐらいだったかな。5000円はしたんじゃなかったですか、確か。今また安くなってるかもしれない。自転車レベル、自転車レベル、自転車レベルって何ですか。経験値積むと上がるやつですか。うん、明日多分奥入瀬通って十和田湖まで行って50キロぐらいになると思います。川代グリーンユースホステルからスタートすれば月決め。じゃあパンフもらってきますかね。観光案内所の中にあるのかな。苫小牧の、ああ、うん、やった、激極だと思いました私は。ん、量販店、うーん、店頭ではなかなかないんじゃないかな。ネットと店頭 の、 あの価格差が大きいものの一つですよね、スリーカードとか。いいよっと、ちょっとじゃあ中でパンフもらってきます。あ、うーん、いいか、もらってきます。ん、秋の日に焼き、あ、サバまだ食ってないですね。先生、北極南極大冒険、
朝の気温13度、13度がやっぱ寒いですね。ちょっとでもらってきます。